じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい。まあ、6月終わり、まあ、月末になってくると必ず恒例になっているのが、はい、月間のチーム総評プラス監督総評。迷惑な話やだよ勝手にこっちが総評するっていう、はい、もう恒例になっちゃったんで今月もやります。そうだね、はい、6月の監督総評です、はい、じゃあまずセリーグから、はい、これ順位、これ上からいってきますよね。もちろん現在6月28日時点は阪神が今トップです。ということは岡田監督になります。岡田監督はよくやってると思うよね。いや、その成績っていうのはチームのことで、うん、監督としてどう動いてるかっていうと、タトタルを外してみたりだとか、うん、ファームに落としてみたりだとか、いろいろ監督としてやるべきことをやってるかなっていう感じがする、うん、交流戦6月すごく苦戦をしたというかでしたけれども、中でもその岡田監督は6月っていうふうに豊さんにはそういう目でどう映ってましたか。まあちょっと計算ができなかったというか、まあ抑えの部分なんだよね。これが4敗が4勝しておけばさ、まあ、そんなに印象もそこまで悪くなかったと思うんだけど、だからそこを失ってるからおいみたいなことが言われるかもわからないけど、だけどそこはやっぱ信頼度の問題だからさ、信頼してもらってないピッチャーを上げるわけにいかないし、で信頼してるからマウンドに送ってるだけで、それがことごとくこう裏切られてるっていうような形。じゃあ誰がいるんだって言うと誰もいないんだよね、その時点で。じゃあ危機管理をどうしてるんだみたいな、じゃあ問われても誰もいないからさ、代わりが。だからそこを誰かを作るのか、それとも再生させるのか、まあ、そういうところだよね。そうですね、うん、6月だけでも例えばピッチャーでいうと中継ぎは、及川投手を落としたり浜地投手を落ちた、あと、まあ、湯浅投手も、はい、落としましたし、うん、結構やっぱり見極めっていうところでは、そう、一回調整をさせるというかね、はい、まあ、そういう手の打ち方っていうのは早いよ。ね、だからそんなに俺はね、監督として結果は6月っていうかね、悪かったけども動きとしたらやるべきことはやってるって、備えてるっていうふうには見てるけどね。だからこっから先の戦いに必要になってくるので一回落としてっていうところなんですかね。だからリフレッシュしてくれっていうことももちろんあるだろうし、うん、はい、あとは調整をしっかりやってくれっていうことは考えてると思う。でさっきも話していた、先にその佐藤輝明選手を落としたり、あとノイジー選手も、まあ、スタメンから外すっていうところもありつつの、前川選手を起用したりとか、まあ、森下選手を起用したりっていう、そのどうですか、勘というか長けてるところっていうのは。いや、だから前川はやっぱ誰が見てもいいしさ、はい、だからそういうところの使うタイミングだよね、うん、交流戦で慣らしをしてみて、で守備に使わせてみたいなさ、やっぱ順は経てるんだよ。だから前側に期待してるから使ってるんじゃなくて、やっぱ使えるから使ってるというね、うん、みんなこの岡田監督に忖度してるとか言うかもわからないけど、はい、やることはやってるって。確かにそうですね、やることはやってるって。まあ、いや、そう評価すべきところですよね。最初からバリア張ってるつもりはないけど、はい、俺は監督として先を見据えた時にやることはやってるっていうふうには見てるよ。ただこれから7月に入ってからどういう動きを見せてくるのかっていうのは楽しみでしかない。おお、じゃあ7月の岡田監督のそのまあ戦い方だったりが豊さん楽しみ。楽しみだよ、うん、ですね。あの名字は何をしてますのか。あとじゃあ岡田監督は佐藤輝明選手を10日間は絶対に上げられないじゃないですか、ね、どのぐらいでまた上げてくるのかなっていうところだったりも気になりますけど、ね、落とす時に、うん、まあ、二軍監督とかそういう人たちに理由をちゃんと説明するんだよね、うん、こうなったらあげるからみたいなところまではこう伝えるはずなんだよ。だからどういうふうに伝えたのかっていうことだよね、はい、練習する体力もないから体力をつけてくれっていうのか、うん、それとも意識まで変えてくれっていうのか、それとも一回壊して、ね、作り直してあげてくれとか、はい、まあ、そういうことだと思うよ。だからどの分野でどういうふうに要求をしたのかっていうのが、ただ単にこう落としただけではなくて、ベンチの中の態度であったりだとか、野球をやってる姿勢であったりだとか、まあ練習態度もそうなのかもわかんないけど、まあそういうところも目についたっていうふうにちょっとした情報では入ってきてるから、だからどういうふうに二軍監督に託したのかね、まあ、それがわからないからわからないけど、まあ早いうちっていうことはそんなにないような気がする。なお岡田監督の性格からするとね、はい、なるほど。
ね、とにもかくにもちょっと豊さん、じゃあ岡田監督の7月の戦い方、それに注目して。うわ、楽しみだね。だ7月の総評が楽しみですね。あのね、悪い時に監督がどういう風な姿でどう動くかっていうのが一番楽しみなんです。いい時なんかニコニコしときゃいいだけの話だから、もう選手が勝手にもう気持ちよくやらしときゃいいだけの話、はい、だから悪い時にその実力っていうのは出てくる。楽しみですね。じゃあ岡田監督。さあ2位 DeNA の三浦監督です。よくやったな、まあ、交流戦優勝しましたしね。ただ一つだけ俺が気になったのは、はい、交流戦最後の試合の時に日本ハム戦で山本がキャッチャーフライを落としたんだよ、はい、あ、落としました。落としたね、はい、でその後すぐ変えたんだよ、はい、ね、でそういうことをするとやっぱ長続きしなくなるというか、はい、昔はよくあったんだよ、懲罰的な交代っていうのが、うんうん、でもあれは事実上決勝戦でしょ、はい、そしたらねみんなが固くなるんだよねやっぱり、うん、俺もっていう選手はいないけど、なんでっていう疑問符が出てくるわけよ。だって先発キャッチャーでキャッチャーフライを落として変えるんだよ、はい、だからそういう懲罰的なことは普段やらないのに、うん、その試合でやったっていうことは選手に何らかの考えを起こさせるということだから、それだけはやらない方が俺は良かったなって思うんだよ。普段から星野さんみたいに、はい、ダーッ答えたみたいな、分かりやすくね、かわいい、もう帰るわみたいな、はい、ああお前行くぞみたいな、うん、これが日常的に行われるんだったら別に良かったんだけど、はい、三浦監督は初めて厳しい態度で懲罰交代みたいな、計画的だったのかもわからないけども懲罰的な交代をしたっていうのは、普段からやらないのにやったっていうことが俺はちょっと気になったけどね。それがあの後の選手への心理状態とかに全員に波及してしまうってこともあり得るってことですね。でも大輔できるんじゃんとか思いながら見てたけどね。ああ、厳しい対応。そう、まあ、ああいう一面も見れて俺はホッとしたんだけどね、うん、あ、そういうことも考えてるんだと思ってね、まあ、よかったなとは思うけど、普段からやらないことをあの試合でやるかとは思ったけど、そこがちょっと疑問に思ったところ、まあ、疑問というかちょっともったいないかなっていう、うん、チームに硬さが出なければいいかなっていうふうには思っただけで、うん、まあ、普段からやってるのは別にどうちこたないんだろうけど、うん、でも相対的にはよく戦ったよね。6月よく戦ったな、うん、変えたい時も変えずに今のも引っ張ったりだとか、はい、東が完封したりだとか、抑えセットアッパーがちょっと苦しい時期だっただけに、はい、ちょっともう少し時間を空けてみたいな、うん、でもあのピッチャーの姿見たらお前たちやらなきゃいけないだろうっていうような姿を見せといてポンと使ったら立ち直ってたというさ、はい、まあ、そういう手腕とか、うん、まあ、大輔はよくやったと思うので。そうですね、うん、さあ広島新井監督です、はい、いや、よくやってる、みんなよくやってんだよ、ま、みんなよくやってる、まあ、それ悪いっていうことはないんだよ、うん、まあ6だから6月見た時に、でもなんかね助走が入ってきてるなっていう感じがする、まあ、陸上でいう三段跳びの助走に入ってる、助走、はい、ホップですね。まだホップまでいかない、ホップは7月、はい、じゃあステップは、ホップステップじゃない、ホップはまだしてない、ホですかね。だからもう踏切板をこうバーンって行ったところですか。行ったところ、これがもうフェアなんだ、ファールじゃないんだよ、ギリギリフェア入ってる、うん、ここまで持ってきてると思う。お、それはどういう戦い方をしてるのを見て、そうなっやっぱね、粘り強い、うん、粘り強いのと選手たちがそれに響き出してきてるというか、うん、そこまで持ってきてるというか、うん、だから7月にホップ、うん、8月にステップ、うん、9月にジャンプ、うん、できればいい。おー、その炎6月だったわけですね、うん、これは勢いをつけたような感じがする。今までこう一進一退がこう続けながら、でも新井監督っていうのはさ、やっぱ信じ続けるんだよね、うん、それで田中康介でも錆びかかってたものが光り出してきてるというか、大瀬良でも勝たなきゃいけないピッチャーが何やってんだっていう、でも変えずにずっと使い続けるね、やっとなんかこうみんなが錆が落ちてきたみたいな、はい、そんな感じがするんだよね。うん、だからそのサビを取ったというで踏切板をファールしないで着地できたっていう6月だったと思うから、俺はすごくよくやってると思うけどな。そうですね、うん、
でここに来て一つねチームのまとまりという意味でもなんかこう新井監督ファミリーが出来上がってきたんだなっていう、うん、そうだね、うん、まあファミリーにすると面倒くさいんだけどね面倒くさいんですか。いや面倒くさいでしょだってファミリーって何が一番他より強いかって言って情報の部分だからさ、うん、情ですね。そうだろう、はい、その情っていうのは勝負にとって一番邪魔なものになってくるから。それ新井監督は今情はすごい熱いじゃないですか、うん、それをある勝負の時には断ち切らなきゃいけない時に切れればいいけどね、うん、だからホップ、ステップはいくと思う、はい、ジャンプの時にどうなるか、うん、ジャンプの時に情を捨てきれないと、はい、足ガクッとくじくよ。痛い、痛いみたいな。飛べない。ああみたいな。それは嫌ですね。あたー言うて言うてるよ。なんかちょっと助かっちゃう。いやいやそうか。ホップステップ。あたー。あたーみたいな捻挫みたいな。それが情っていうところですよね。そうそうそう、最後の。そうなってくるともったいなかったっていうことになるから、はい、本当にいい人間だからさ、はい、なんて家族って言うのはいいけど。うん、本当に家族思いになるんだったら厳しさも必要だと思って。そうですね、まあ、そういうところで、はいはい、さあ巨人原監督です。まあ6月はよくやったでしょう、うん、はい、動くしで、なんで大城のところで盗塁したのかなっていうのが未だに疑問なんだけどえ、あれそう、いやいや、あれはホームラン打ってるバッターじゃんみたいな、はい、まあね、そういうことはあったけど、はい、でも相対的にはやっぱ攻め続けた6月だったよね、うん、はい、ここでやっぱり一旦こう立て直して追いついておかないとシーズン勝負にならなくなるっていう長年やってる監督の勘だよね、勘っていうか、はい、染みついたものがあったんだと思う。だからみんなが良くなったりとかね、いろいろしたし、はい、でピッチャーだって立ち直ってきたりした人間もいるしさ、使い方を変えたりだとかいろいろこう工夫しながら立て直した時期だよね。ですよね。打順一つとっても6月もそうですけど結構日替わりだったじゃないですか、うん、そういうのも監督コーチがじゃあ今日はこれでいこう、じゃあ明日はこれでいこうっていう、その日ごとの打順っていうのも考えるのもすごいなと思ったんですけど、まあ、それが仕事だわそうですよ、だから固定してたら楽じゃないですかまあね、うん、ただね、もう少し俺はね素直になった方がいいと思う、うん、素直というのは、まあ、例えば坂本を失った時に、はい、吉川がやっぱその日2安打打ったホームランを打ったりとかしてるんだよね、うん、素直に1番でいいじゃないかっていうのを2番にするんだよ、はい、その意図はどう？いや分かんないんだよ、で重信も1番にしてみたりだとか、はい、いやそうじゃない、やっぱりジャイアンツの顔として1番で立つんだったら、うん、重信と吉川だったらどっちが上なのって考えた時に、うん、俺だったら吉川なんだ。でもまあそれは原監督のね手腕の中で何かあるんだろうけどさ、うん、そこは素直なんじゃないんじゃないかなって思っちゃうんだよ、ね、まあね昔から知ってるだけに、ちょっとひねってるなっていう感じがするんだよね、うん、うん、まあらしいけどね、相手に読まれないようにというね、まあ、らしさはあるけども、ただやっぱ6月は本当にあの躍動的に動いたね。そのピッチャーの使い方にしても、例えば BD 選手を後ろに回すとか、まあそうだね、あと横川選手をその先発から中に入れたとかで勝たしたりとか、はい、いろいろありましたけれどもピッチャーに関しても、まあ、山崎よりも良くなったしな、はい、本当に監督がよく動かしたなっていう感じがするよね。そうですよね、うん、本当にジャイアンツは相対的によくやったし、うん、監督の考えていることを選手たちがしっかり表現したっていう、まあ、6月だったよね。そうですね、うん、さあ中日立浪監督です。いろいろありましたね6月は。そうだな、ゴミ箱を蹴っちゃったり、ゴミ箱蹴っても俺はいいと思うよ。器物破損だったら例えばお金持ってるからお金で払うからなんかサンドバッグの時もいいんですね。サンドバッグな、うん、いや俺はなんていうの、やっぱ我慢なんだよね今は、うん、だから我慢できたかできないかだよね、はい、ビシエドがやっと打ち出した我慢するのかっていうことなんだよ。これからですねそこは、また、うん、ただ本当にチームを壊してね、いや来年から新しい助っ人を入れるっていうんだったらもう負けてもいいから日本人使った方がいいよ、うん、で逆風にさらされるよ、うん、はい、これからまた負けると、それに耐えきれるかどうか、耐えきれないんだったらもうビシエドを使ったり大島を使ったりいろんなベテランの力を借りながら逆風にさらされないようにしなきゃいけないけど、でも本当にチームを変えていこう、破壊をして一からやり直すんだ、そのために昨年京田を阿部を
トレードしたんだっていうふうに考えると、申し訳ないけどベテランにはベンチにいてもらわなくても結構だと、はい、若手にチャンスをやるとか、うん、そういうことで逆風にさらされる、うん、でもそうやって耐えたら、はい、俺は優勝できると思う。耐えられるかどうか、だから6月の話じゃないけどね、はい、そうですね、中日に関してはね、4年後の話でもね、6月のことだけ切り取ってもしょうがないんだよね、うん、ただ6月に福田を使ったりだとか、はい、まだ勝負に行ってるんだったらいいけどね、福田なんか俺なんか好きな選手だし、はい、勝負強いしね、だからなんかな、例えばブライト健太選手って今また落ちたんですよね、例えば落ちたとか、それはなかなかあれではね、ダメですね、うん、だからまあ新庄野球じゃないけど、うん、もっとこう入れ替えた方がいいよ、はい、で一軍を経験させて、一軍でこういうゲームをやってる、うん、遠征行ったらこんなに美味しいものが食べれますよ先輩もご飯食べに連れてくれますよ、美味しいものもってね、いやあの飲み行きました、うん、お綺麗な子がいっぱいいましたよって、そこ問題起こすなよってそこはそうだけども、そういう待遇面でも全然違うから、うん、だからまあそういうことを知らしとくっていうのもいいかもな、あこれから、うん、まあでもトレードもしたし、そうなんですね、6月は、ね、前に進んでると俺は思ってるしね、うん、だから俺立浪監督のやってることが間違いではないと全然思ってるよ、うんうん、ただ響かないだけで選手が、はい、なんて言うんだろう、やっぱね勝たないと選手もバカにしてくるんだよね、うん、それじゃ困るしさ、はい、でもやっぱこう長期ビジョンっていうものをやっぱしっかり伝える、これ6月の話じゃないけどまあ中日に関しては、中日に関してはもうここはどうでもいいよ、もう6月はみたいな感じになっちゃってるから、俺の中でね、はい、うん、だけど、いいか、3年我慢しろと、3年のうちに、お前はここ、率はここ、ホームランはここ、盗塁はここみたいな、もう設定していって、これが集結した時には絶対優勝できるって、そういうことをやっぱこう伝えた方がいい、そうですね、うん、そのためのどう月間戦っていくかっていうところですよね、先を見据えたところの。だからよくやったとかよくやらないという評価ではないよね、中日はね、うん、そうですね、うん、やっぱ成長過程にあるチームだから、はい、まあ、頑張ってほしいけどな、そうですね、さあ最後ヤクルトの高津監督です、耐えてるな本当に耐えてると思います、今まで見たことない高津監督です、本当に我慢強いよ、でもあの監督は、うん、愚痴も言わないしな、はい、選手をずと信じてあげてるという、そうなんですよ、死ぬぞ本当にね、辛労でよく耐えてるよ、1,2,3 番っていうのを変えながらどこが状態ハマっていいのかなっていうのを見ながらっていうのもやってますしね、だって清水が打たれた時なんかは、いや彼はずっと投げてきてくれたから、うん、まあ、疲れも溜まってんでしょうねっていうような、絶対選手を腐さないしかばうよな、はい、そうですね、もうそれに応えてほしいよ選手が、そろそろ、まあまあでも2年間応え続けてたんだけどね、はい、まあでもちょっとねやっぱこう焦りからが、うん、ピッチャーの使い方っていうのもあれちょっとこっちの方が先だったんじゃないのっていう場面は、うん、まあちょっとあったけどもね、はい、あったけども、それでもやっぱりよく耐えて頑張ってるよ、そうですね、もうみんな並べて西東だよもうオスナサンタナを外してみたいな、はい、村上なんか司会しか怖いからね確かにオスナできなくなる、確かに、まあでも6月もなかなかねやっぱり村上選手山田選手あたりが本来のまだ姿に戻ってないっていうのは監督はやっぱりね、まあ、それも言えば監督のせいになっちゃうからね、そうですね、だからそうだな、まあそういう意味では、まあ、言っていることは言ってると思うけど、もう少しバーンと言った方がいいかもね、あ今までとは違って、うん、高津監督の性格だったら諭すように多分言うと思うんだよ、喋、うん、るもものすごく上手な人だし、いいか君たちが今こここうだけども必ずこうなろうと、そのためにはここをこうしようとか、まあ、本当に諭すように言ってると思うんだけど、はい、一回切れてみてもいいかもな、プチーンと、ええ加減にせえよって、うん、ね、いつまで我慢させるんだみたいな、うん、で怒って土橋監督がそういうミーティングをしたらしいんで、もともと熱い人だから、あそうなんですね、土橋さん、土橋さんね、はい、高津さんじゃないよ、はい、土橋さんね昔、はい、あの口説かれた、
一緒に野球やってプロ野球やってたんですよね。ガーガーガーって怒った後に後ろにあった牛乳があったんだって、うん、もうやっぱ喉渇いたのね、うん、カーって飲んだら、うん、ブワーって吐き出して鼻からブーって出して白いものがみんな大笑いされたって何の説得力も、まあ、そういう話は関係なくまあでもそのぐらいちょっと感情をあらわにしてもまあその方が人間らしいし、うん、いやこれだったら俺殴られた方がいいよっていうようなことってあるじゃない、はい、ね、うん、だから高津監督もこう我慢するもう本当に人として人格者なんだけども一回怒ってみて、うん、なんかドキッとさせるというか刺激ですよね。そうそうそう、うん、だからそういうことがあってもいいのかなっていうような6月だったな。そうですね。いやでも多分だけどね多分そんなことは言ってなくて、うん、諭すようにって想像がつくから、うん、まあ、そういうことをしてもよかったのかなと思う。まあ、やっぱり6月ね苦しい戦い方をしている監督もいらっしゃるし、はい、まあ、あの選手が頑張ってるからもうあと選手任せで6月良かったよっていう監督もいらっしゃるし、まあ、ここからちょっと暑い夏場になってくるので勝ったら勝ったでな苦しいし、はい、うん、負けたら負けたらボロガスだし、いや岡田監督なんか周囲にいるのに岡田辞めろってトレンドに乗っちゃうぐらいなんですよ。監督っていい職業がね、いや辛いですよ。なんで選手ファーストでやらなきゃいけないな、コンプラがあるとかさ、そう言ったらコンプラあるんですよ。もう大変だよな。もう本当あの振動叩って本当にあのスキル何歳になっちゃいますよ。本当だよな。はあ、本当に。はい、いやでも7月のセリーグの監督頑張ってほしいですね。俺らもな、こう振動だよ、うん。救えるのは。うん、見てる人たちがチャンネル登録してくれることだけだそうですね、チャンネル登録お願いします。